はいどうも、昨日に引き続きバトルリーグです。やるまでが大変だけど、やり出すと、あそこをあれにしたらどうだろうって感じでやりたくなります。これが今バトルリーグで暴れているブルンゲルか。一応ブラフなるものをやってみる。珍しく成功しました。どんな技使ってくるのかさっぱりわからない。嫌な予感がするシールドハロー。危ねえ。お前さんシャドーボール使えるんか。なんかイメージに合ってないな。次は本命の10万ボルト。シールドを使ってもよし、食らってもよしだ。ブラフが成功すると断然こちらが有利になる。よしいいぞ。これまた嫌な予感。シールドだ、シャドーボールだった。ここでプクリンに交代。甘えるで一気に畳みかける。よし、トリデプスが安全になった。ゲカリオ、鋼入っているので弱点つけない。しかし甘えるの暴力ゴリゴリ削れます。エインファイトこんな効くのか。トリデプス出すと弱点つかれるので、ここはデオキシスだ。チェリム出てきた。相手が先だ。早いな。これぐらいか。このままではデオちゃんがやられる。トリデプスに交代して起点にさせていただく。図らずも交代受け。よし、全然効かない。バッチ行為。ムハハ。これ攻撃しないでゲージ貯めた方が良かったのかなと思ってタップを止めたらルカリオ出てくるっていう。とりあえず火炎放射。デオちゃんのベッチンベッチン攻撃。すぐゲージ技を打ちたい。オッケー、ギリギリの戦いであった。あそこでトリデプスに交代したのは冴えていた。エレベーターの到着音みたいな音だな。とりあえず一勝、これは幸先がいい。今度はフクリンを先頭にしてみる。ランク13、私より上だ。上だとなんか弱気になる私がいる。まあこのランク帯ならみんな大差ないとは思いますけどね。分かってはいるけどって感じです。ミノマダム出てきた。いろいろなポケモン出てきて楽しいですな。フクリン、今の環境だとそんなに弱点疲れないのがいいな。甘えるの暴力が効いてない。やるなミノマダム。おそらく受けて大丈夫。お前アイアンヘッドなんて覚えてるのか。そんなイメージじゃないぞ。イメージで戦うのが飛行本である。一発はゲージ技打てそうなのが救い。冷凍ビームでミノマダムの弱点をつけるかと思ったら、ミノマダムは虫と鋼でした。虫のアイコンの緑が草に見えるんですよね。そして鋼タイプなら鋼技を警戒するべきだった。福ちゃんやられちまった。ここは頼りになるトリデプスだ。トリデプスでゴアス。今度は受けても大丈夫なはず。オッケー、これはたっぷり起点にさせていただくっす。ここで起点にできることを考えると
クリンは、あそこでシールドを使わず、アイアンヘッドを受けたのは良かったのではなかろうか。レッツポジティブシンキング。まだまだ。よし、次のゲージ技が来る前に落とせた。うわっ、つい火炎放射をタップしてしまった。シールド使ってくれると嬉しい。オッケーです。ゲージ技打つ前にソクレオちゃんに交代するべきでした。デオちゃんのベッチンベッチン攻撃、痛そうです。ゲージ技が来る。何かな。怖いのでシールド、レザーボールでした。おお、効果抜群だった。キューポンでゲージ貯めて、ガメックスに10万ボルトだ。シールド温存していく。いける。10万ボルトでどこまで減らせるか。あともうちょっと。これなら岩流れでもいけるか。行ってくれ。フー、倒せた。こう見るとトリレプスの火炎放射でシールド剥がせたのは大きかった。ゴースト出てきた。ほんと、いろいろなポケモンが出る。再び甘えるの動力、後悔は一つなのにゴリゴリ削れる。なんだろう。シールド使っておくか。シャドウパンチ、おそらく受けても大丈夫なやつだった。ゲージも溜まって良い感じに倒せた。早く打てて弱点を作れ。トービームでなくじゃれつくを打つっていう、これがヒコボンクオリティ。まあシールド使ってくれたのでよしです。クリンに2発目のゲージ技を打つ余裕はない。お互い甘えていく。甘えるたびに大ダメージ。これが山嵐のジレンマ。え、違う。トゲちゃんゲージ溜まっちゃったかな。まあここはトリレプスでしょう。火炎放射来ても大丈夫。ツバメ返しでした。全然期間で5アス。トリレ番長頼もしいと思ったらトリレ番長の天敵が来た。今思うとレオちゃんに即交代すべきだったから。ゲージ技一発打てたのが救い。トリデ番長もただではやられない。シールドいただきます。ここでゲージ技打ってくれて助かった。デオちゃんのベッチンベッチン攻撃、もう最後だ。シールド使っておこう。オッケーです。よし、勝った。
このパーティーなかなかイケてるなと思うと、これは勝てねえってパーティーに当たって負けるんだけど、そろそろナイアンマッチングが発動しそうです。ランクが一つ上だ。これはまずい。毒技で弱点つかれる。あら、変えてきた。こっちも毒か。毒々しいパーティーだ。ワイノククリンちゃんに何をするとばかりに砦番長の出番です。おそらくどんな技来ても大丈夫。へえ、さすが砦番長、なんともないぜ。さらに受けていく。何もしないでもゲージ溜まるのかなと思ったけど、溜まらないかな。我慢ならず攻撃。ドクロッグだ。これはすぐにゲージ技を打とう。結構なダメージ、いいぞ。ここで交代するべきか悩むが、やめておく。これが吉と出るか凶と出るか。福ちゃん弱点を突かれるので、ここはデオちゃんだな。スリーパー、シャドーボールが怖いので福林に交代。シールド使用、雷パンチ使わない方が良かったか。ここは受けていこう。この速さは雷パンチだな。ノーシールドで。よし、雷パンチだ。いいぞ。ちょいゲージを貯めて岩流れ。シールド1枚同士、これは勝ったかな。最後だ、シールド使っていこう。早い。ちょっと雲行きが怪しくなった。これでシールドを剥がす。どうなる。これは悔しい。ぬおお。大敗というわけじゃないので、引き続き同じパーティーで。ボルート出てきました。これも初対面。スリーパーに変えてきた。フクリンでも悪くないと思うけど、ここで砦番長を投入。交代される心配もないし、引いたのが格闘のボルート出しってことで、ここで存分に働いてもらう。シャドーボールでもなんても大丈夫なはず。炎のパンチでした。全然大丈夫。これはたっぷりと起点にさせていただく。
もうそろそろまずいかな。次のゲージはザックル前に倒してしまおう。倒すことできず。そしてゲージ技を打たれるっていう。まだ耐えられる。止まってしまった。動いた。うわっ、格闘2枚か。砦番長をスリープに当てといてよかった。ここはプクちゃんの出番ですな。シールド貼って長く頑張ってもらうか。ここはシールド温存作戦です。よし、まだ参る。いきなりゲージ技。何が来るかわからないので。シールド、炎のパンチ、全然大丈夫だったが、ドンピシャで技受けみたいな形になってたので、そう弱点をつく技が来るとも思えなかったので、受けるべきだった。自信、さっきの受けてこれをシールドするべきだった。まあ仕方ない。ホルードのゲージ技来る前に岩雪崩を打ちたい。よし、間に合った。よし、なんとか倒した。次だ。起点にされるのはまずい。相手に先を越された。グローパンチか。冷凍パンチ。そして少し残る。プクちゃんいけるか。甘えるの暴力で一撃でした。ふうギリギリの戦いがここにはあった。4勝1敗でした。3勝できれば御の字なので、これはいい。プルリルでした。私も強いブルンゲルが欲しいです。うむ、まだランク13へ行かないか。リミックス、いろいろなポケモンできて楽しいし、そこそこ勝てるのでもう少しやりたい。勝てば楽しい、負けるとクソゲー。これ真理なり。